お正月ですから、皆さん、目標など設定された方もおられると思いますけれども、おはようございます。明けましておめでとうございます。2021年1月1日、本日の名言を取り上げていきたいと思います。本日の名言はですね、海外の格言でですね、成功への道は絶対に諦めないことということでですね、新年一発目の名言と言いましょうか、格言はこちらの方で、お伝えしたい、いきたいと思っています。成功への道は絶対に諦めないこと。お正月ですから、皆さん、目標など設定された方もおられると思いますけれども、私も、年末ですね、今年の目標を掲げて、今日から実践。まあ、年末からなんですけれども、去年から実践はしているんですけれども、去年できなかったこと、今年新たにやるべきこと、やらないといけないこと、目標に書いて、今日から実践していきたいと思っています。なかなかね、やっぱり目標を立てて、それをやり続けるっていうのはとっても大変なことで、皆さん途中で諦めがちですけれども、諦めなければ絶対成功への道、道はまっすぐじゃないかもしれないんですけれども、くねくねしているかもしれませんけれども、どこか成功への場所にたどり着けると私も信じて行っております。この YouTube ですね、去年は休みがちで、なかなか投稿できませんでしたし、もう一つのチャンネルですよね。経済人実業家列伝。こちらの方もですね、なかなか発信できなかったんですけれども、今年はね、とりあえず投稿し続けるということを目標にやっていきたいと思っています。今年はですね、飛躍の年だと思っております。いろんなね、ことが去年はありました。新型コロナウイルスのことで、春から季節が止まったような状態でしたけれども、今年はね、絶対にですね、成功させるんだという気持ちを持って、今日この動画を撮っています。来年の1月1日にまた新たな目標を設定して、私がこの動画で発言できるように頑張っていきたいと思っていますので、今年も1年、今日1日よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。動画に対してグッド評価、または毎日この名言を配信していますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。